久保さん。まあ、結局やっぱ続けてれば何とかなりますよね。まあ、何とかするためにも続けるんですけど、うーん、まあ、それ、どんなやり方でも、うん、本当に続ければ、僕は道は開けると思います。逆に言うと、続けなければ道は開けないっていう。うん。じゃあこの、み、どんな方法でも道は開けるっていうのを、わかりやすい事例でご紹介するならば、水です。 こま、ま、言ったかな水、ポタポタこれ何のパワーもないです。全然痛くも痒くもなくないですかポタですよ。水がこう、垂れるんです。ポタ山、山のなんかせ,せせらぎを想像してほしいんですけど、山で川があって、その岩でポ、ポタポタこれイメージしてほしいんですけど、その一滴一滴はね、何の痛くもないんですよ。もはやさしい。 ですよね。だけど、どうですかねそのポタ、ポタポタポタまたポタそれでもまたポタじゃあ、100年後どうなってます言は貫通してますね。はい。どうすかね、久保さん。これ、これ、嘘じゃないですよね。多分、言は貫通しますよね。うん。実際、どんどん変形してすると思うんで。まあ、それはまあ、見てもら、なんか見てもらえばいいと思うんですけど。 これは多分嘘じゃなくて本当のことだと思うんでだからどんなに微力なパワーだったとしても結局続けることによって一点をこうパンパンってやり続けることによって結局言い忘れは貫通する弱い力だとしても結局続けるでもその弱い力は変わってなかったとしてもここがちょっとポイントなんですけどこのポタッと落ちる水の現象は変わってないしこのパワーも変わってないですよこれがすごいとこで まあ人間って成長すればスキルアップするとかね、そのパワーが増していくとかあるじゃないですか。でもこの現象に関しては、その水が落ちるっていう現象は何も変わってないんですよ。ここにパワーも何も、最初から最後まで一緒みたいな。だけど一点をただ、ただ一点をポタッポタって落とすだけなんですよ。だけど、結果的にそれが何十年何百年続くと貫通しちゃうっていう、岩が変形しちゃうってことですよね。うん、だから、 どんなことでも道は開ける。続ければ道は開けるっていうのがそういうことじゃないかなと思いますね。うん。だから自分にスキルがない。自分が、自分に何も持ってない。でもいいんですよ。何もパワーがない水でさえ、ね、ポタポタ落ちる水でさえ岩をね、変形させることもできれば貫通させることができるので、まずはまあ、それを理解するというか、理解できないとは思うんですけど、 その自然の原理現象っていうところからも学べるところがあると思うんですよ。で、この松下幸之助さんのこのずっとね、松下幸之助さんってもう世,の世,の世にいないわけですよ。でも松下幸之助さんの情報は残って売れ続けています。で、この松下幸之助さんが言ってることって、本当の自然原理原則なんですよ。だもう本質的な。だからずっと時代が変わっても読まれ続けられるんですよ。 だってこれ、松下幸之助さんって何年前に亡くなったのかなちょっとわかんないですけど <laughs>。ずっと読まれるんですよ。で、それはなんでかっていうと本質だからです。うん。でも多くの人は、その本質的な部分より、違うところを求めてしまう。なぜ、なぜかっていうと、早く結果を出したい。うん。それはわかるんだけど、 それは分かります。早く結果を出したり、早く稼ぎたいってのは分かるんだけど、その前段階は絶対必要ですよね。うん。だから宝くじもね、あの宝くじで何回も、あのー、なんだ、うん、1億とか2億を当てた人っていうのが昔テレビに出てて、まあ、YouTube も探せば出てきます。そのテレビ番組はアップロードされてるはずなんで、でその人がその宝くじの当て方みたいなのを言ってるんですよ。 でも、まあ、高額当選を意図的に何度も当てるすごい人みたいな感じで出てるんですけど、じゃあその人も言ってたんですけど、結局、ね、あの、まあ、確かに当てられるようになったけど、その前段階としては、いろんなことを考えていろいろ買いまくってきたよっていう。わかります <laughs> いきなり宝くじ売り場に行って、いきなり、その何回も連続で当てられたのかっていうと、そうじゃないわけでしょ。宝くじ当てることすら、 しっかりといろいろなところで買ってみたりとか、研究したりとかしてそ、そして導き出したっていう。だからどんな方法でも、宝くじを買う方法でもです。わかりますだそれちょっと、ね、興味深かったですね、僕ね。宝くじをやっぱ当てることも、そういう原理原則みたいなのがあるんだな、みたいな。でも僕はちょっと宝くじは買わないですけど、ネタで昔買ってましたけどね。 ネタで、ネタで、YouTube のネタで買うことあっても、自分でその当てようっていう気はしないんですけど、でも、その本気で当てようとしてる、当てに行く人は、そこまで深く考察してね、深くやって、いろいろ試して、テストして、実験して、で、ハズレもいっぱい引いたけど、でも最終的には、その何億円をね、バンバンで当てられるようになったっていう話なんですけど、どうすかね、宝くじを当てるっていうね <laughs>、それ嘘なんじゃないかっていう話ですよね。誰も信じないですよね。 で、なんで誰も信じないかっていうと、誰もやらないからです。宝くじを本気で当てに行こうっていうね、思わなくないですか、そもそも。その発想がもう面白いなと思うんですよね。こう、法則みたいなのあるんじゃないかみたいな。宝くじを当てる法則なんじゃないかっていう、もうそもそもそう思わないじゃないですか、一般の人って。だから信じれないですよね。思わないし、やらないし、考えないし、それは信じれるわけないじゃないですか。だかやった人だけしかわからないってことですね。うん。ということで、いってらっしゃい。